どうもメカです。今回はこんな投資実績の自分が楽天証券が提供する楽々投資についての特徴やメリット、デメリットを紹介したいと思います。最後までお付き合いいただけますと幸いです。楽々投資は楽天グループが運営するネット証券の楽天証券が新たに始めたロボアドバイザーサービスです。2021年の6月20日に正式スタートしました。スマートフォンに特化しており、初心者でも簡単な質問に答えるだけで始めることができます。楽々投資では5つの投資コースから選択できます。どのファンドも管理費用は年 0.49% 程度で、買い付け手数料はかかりません。のんびり資産形成コースは堅実で慎重な運用を行うコースで、想定リターンは年 3% ほどです。一方、がっちり資産形成コースはリスクを取った攻めのコースで、大部分を株式で運用します。想定リターンは年 7% です。ではここから楽々投資のメリットについて紹介します。全部で5つです。1つずつ紹介していきます。1つ目は質問に答えるだけで自分に合ったファンドを選択できるところです。楽々投資では始めるときに9つの質問に答える必要があります。その答えを参考にしてロボが最適なファンドを選択します。投資初心者でも自分に合った投資商品を見つけることができます。2つ目は自動で資産運用してくれるところです。楽々投資は初めに設定をすれば、あとは自動で資産運用を行ってくれます。定期的にリバランスも行ってくれるので、こちらが行うことは何もありません。ただ自動といっても短期間で利益を出すような売買は行えませんので、勘違いしないようにしましょう。あくまで長期投資がメインです。3つ目は楽天カードで決済できるところです。楽天カードを保有していればクレジットカード決済ができます。クレジットカード決済することによる一番のメリットはポイントが還元されることです。100円につき1ポイントが貯まります。現金積立ではもちろんポイントは貯まりません。 1% は大きな差になってくるので、よほどの理由がない限りはクレジットカード決済を選択しましょう。4つ目は楽天ポイントで買い付けできる点です。楽天ポイントを使って積み立てを行うことができます。利用したいポイント数は自由に設定が可能です。購入額の一部でもいいですし、多くのポイントがあれば全部にも利用できます。5つ目はNISA と積み立て NISA に対応している点です。特定口座や一般口座はもちろん、 NISA、積み立て NISA にも対応しています。積み立て NISA 口座や NISA 口座なら税制上の優遇を受けることが可能です。続いてデメリットを紹介していきます。全部で3つです。1つずつ紹介していきます。1つ目はスマホからしか利用できない点です。楽々投資はスマホに特化したサービスです。 PC やガラケーからは利用できません。2つ目は管理費用です。ファンドの管理費用は年 0.49% 程度と、どのコースでも一律に設定されています。この価格は高いとは言えないものの、安くもありません。もし自分で投資信託を買い付けるならば、もっと費用の安いファンドはたくさん存在します。基本的に投資信託の買い付けは長期的な投資となりますので、 0.1% の違いでも長い目で見れば大きな差となって現れます。投資初心者や未経験者にとっては魅力的かもしれませんが、経験者にとってはあえて利用するメリットがないかもしれません。3つ目はクレカ決済の上限額です。デメリットではなく注意点になりますが、クレジットカード決済では月額5万円という上限が決められています。もし毎月5万円以上投資したい場合は、他の購入方法を選択してください。楽々投資の始め方はとっても簡単です。診断をするとコースを提案してくれるので、あとは積み立て設定をするだけです。その後は毎月の資産状況のお知らせや投資のことを学べるコンテンツなど、さまざまな機能を体験できます。もちろん楽天証券の口座が必要になるので、事前に解説しておきましょう。楽天証券では
ラクラップというロボアドバイザーサービスも提供しています。こちらは手数料が約 1%、 クレジットカード決済には対応しておらず、楽天ポイントも利用できません。ただしスマホだけでなくパソコンからも利用できます。個人的には楽々投資の方がメリットが多いため、どちらか迷ったら楽々投資を選択することをお勧めします。では最後に楽天証券の楽々投資についてまとめます。最大の特徴は何といってもクレジットカード決済ができる初のロボアドバイザーサービスというところです。さらに楽天ポイントも利用でき、NISA、積立 NISA で買い付けできる点も大きなメリットです。上級者には微妙かもしれませんが、初心者や未経験者には検討する価値のある投資サービスです。気になったら負担にならない額で始めてみましょう。以上、今回は楽天証券の楽々投資について紹介しました。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。